皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は JR 東海道本線根府川駅をご紹介します。根府川駅は神奈川県小田原市根府川に位置し、1922年大正11年12月21日に開業した2面3線の地上駅です。とても景色が美しい駅として有名な駅で、1999年平成11年には関東の駅100選に選定されました。それでは入構してみましょう。改札を通過すると目の前には駿河湾が広がります。駅は崖に面していることもあり、素晴らしいオーシャンビューです。根府川駅はラブライブに登場したり、 NHK のブラタモリで取り上げられたりと、メディアでもたびたび取り上げられていますね。ちなみにブラタモリの中で鉄道ファンのタモリさんは、 JR 全駅4368駅の入場券セットの中から一つだけ選んだ駅はここ根府川駅でした。そんな人々を魅了してやまない根府川駅ですが、悲劇の駅としても知られています。それは開業後間もない1923年大正12年9月1日に発生した関東大震災です。根府川駅は激震に襲われ、それに伴って発生した土石流によって、東京発真鶴行き普通第109列車が駅舎やホームもろとも最後尾の客車2両を残し海へ流されてしまったのです。こちらの写真は脱線転覆したものの海への転落を免れた車両の写真です。海に転落はしなかったものの、台車は外れ、車体は大きく歪み、惨状を物語っています。被害は甚大。112名の命が失われ、関東大震災で発生した列車事故のうち最悪の被害を出しました。海中に転落してしまった車両は、震災から実に12年後にようやく引き上げられたそうです。当時、鉄道省は、機関車のナンバープレートについても発見してほしいと依頼したそうですが、引き上げ時には見つかりませんでした。しかし、3年後の1937年、昭和12年1月に偶然発見され、現在では大宮の鉄道博物館にて展示されています。ちなみに根府川駅は4番線までありますが、1番線は欠番となっています。こちらは海に沈んでしまったから欠番など諸説ありますが、1番線はもともと貨物専用線であったようで、1970年代までは名産のみかんやお茶などの農作物の荷積みが行われていたようです。その後、1番線は廃止され、現在では2から4番線での運用となっています。さて、
関東大震災の歴史を風化させないため、駅構内には関東大震災殉難碑が建立されています。訪問時も聖火が手向けられ、大切に管理されていました。殉難碑の隣では、駅構内では珍しい庭池があり、錦鯉たちが優雅に泳いでいました。ということで、ここまでは根府川駅の歴史について解説させていただきました。ここからは列車発着の様子をご紹介したいと思います。
ということで、今回は JR 東海道本線根府川駅をご紹介しました。関東の駅100選に選定されるほど風光明媚な根府川駅ですが、関東大震災の際にこの駅を襲った悲劇の歴史があったこと、忘れてはならないと感じました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。